FM 93.0 AM 1242 日本放送です。ナイツザラディオショー。清水美智子さん、お疲れ様でした。時刻は1時を回りました。こんにちは、ハリセンボン箕輪はるかです。本日8月1日は、8と1はいろいろな読み方ができるため、語呂が作りやすく、たくさんの記念日があります。呼吸器の肺の日、ハイビスカスの日、1をピと読んで、ハッピの日、エイトから海の生き物、エイの日などなど、そしてハイといえば松井秀喜さん。今日が松井秀喜の日だったら、花は兄は営業引っ張りだこだろうなと考えてるうちに、その弟のコンビが到着しました。はい、あ、はいといえば松井秀喜さんっておかしくない？はいといえば松井さんですか？もっとあるでしょ、ゴジラの日とかあるだよね。ゴーニーとかなんかそっちの方が全然いいよね。総裁地下層のやつにしてくれよ。はいはいはい、そう、ね、確かにいろいろあった。星をあげるって言われた時ね。そっか、灰の日なんだね。灰の日からいただきました。8月1日いろいろ語呂合わせがあるんです、ね、ということでね、まあ信子の写真集を今日朝購入してみましたけど、ちょっと待ってください、ね、パーティーちゃん、なんすか、え、パーティーちゃん信子の、はい、写真集ですね。買ったの？買いましたね。やっぱりそれは今日ゲストで写真集出てんの？出てます。信子、はい、信子だけ、信子単体で、写真集出してるんですよ、はい、でもすデジタル写真集ということで携帯で見れるやつなんですけども、はい、タイトルが抱いてっていうタイトルでした。あら、攻めてますね、だいぶ攻めてますね、全然違う、はい、これ最後ね、結構だから信子ってさ、あれでしょ、陸上部だったんでしょ、筋肉すごいよ ね、アスリートみたいな、ロンハーの、ね、運動会ですごい速かったんだよ、足ね、陸上部だったから。これ買ったらおすすめでさ、アンゴラ村長とさ、そういっぱい出てくるんだ。女芸人好きだと思われて、鍋プロのなんか人がいっぱい出てきた、また鍋プロだこれね、鍋プロの人が出てきた。鍋プロすごいね、すごいですね、流行ってるんですね。流行ってんだよね、ハリセンボンは出したことないの、写真集的な。写真集はないですね、やつは、はい、歌は出してるのにね。そうですね、CD までは行ったんですけどね、ちょっとそれで失敗しちゃったんで、CD は売れたら失敗したけど、写真集は写真集だったらね、まだ分かんないですけどね。そうだね。なんか相方はパリ行ってなかった？あれたまたまなんか、俺今日朝見てたけど客席にね、なんかインタビューされてたよ。そうなんです、なんかオリンピック見に行くんだって言ってました。言ってた？え、じゃあ何、取材とかじゃなくて？でもなんか他の仕事もやってましたね。仲いい女優さんがさ、バスケ選手の奥さんだから、そうそう、森カンナさんが馬場雄大さんの、それで応援しに行ったんだ。それも、はい、あるみたいですね。でも仕事もあって、すごいね、パリ行ってるんだ。はい、行って楽しんでるみたいですね。なんとかじゃねえよって何今言ってんだろう、フランスの。ああ、なんかいるから、なんか、なんとか首相じゃねえよとかなんか言ってんのかな、なんかね、フランスの政治家とか。ちょっとなんか誤審疑惑の女性審判とかいそうだよね。絶対違ったよ。俺あれ、メガネかけてなかった、俺見たけど。メガネもかけてない。メガネかけてないよ、多分。なんかいそうだけどね。まだ生まれてない、今大会。女性審判とかなんかいそうだけど。似てる人。まだ生まれてないですね。誰だろう。でも誰かいそうですけどね。誰かいそうだよね。そうだね。オリンピックすごいね、パリまで行ってるんだ。そうですね、オリンピック見に、なんか前いたさ、オリンピックおじさん、五輪おじさんはもうお亡くなりになって、そうなんだ。そう、でもなんかああいう人って今いないのかね、なんか受け継いでみたいな人いないのかね。あの人な、名物ぐらいのお客さんみたいな、なんかね、相撲の時もね、あの人た結構いたよね。あ、そう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 、客席で目立つみたいなね。なんかお孫さんがなんか僕が継ぎますみたいな、なんかニュースやってたけどね。あ、そうなんだ。東京オリンピックの前にね。でもそれも無観客になっちゃったからね。そっか、それでちょっとあれなのかな、一回トーンダウンしちゃって、
パリに。そこから聞かないもん。でもあの席を抑えるのとかも多分すごい相当すごい人だったから抑えられてたんじゃないのかな。そうですね。この前大村コンさん相撲、はい、毎回見に行くんだけど、あなんかね、なんか危うく下敷きになりかけた、正代かなんか飛んできて、そうそうそう、だけどなんかずっと想定してたとかっていうコメント出したけど、ちょっと笑っちゃったんで、想定してた、想定してた、備えてたんだ。やっぱ覚悟の上でやっぱあの席は座ってるってことだよね。いつか来るなとは思ってた、いつか来るなと思ってたって言ってた。それがすごいよね。そう言わないとね、なお年寄りが危ないよってなっちゃうとかってまたね言う人いるから、まあそうだよね、ちょっともう想定内、想定してたって言わないとね、やっぱね、そこはね、オリンピックにそういう席ないもんね。オリンピックにもうそんな砂かぶりみたいなとこないですよ、ないよね。確かにないですね、そんな近い。特別もう大金持ち、なんかドバイオリンピックとかさやった時にさ、もう柔道の時にもうぶつかっちゃうぐらいの距離。いやいや、見たいのかな、その席で。邪魔だよ。すごい近い国見てるやつ。そうだよね。でもスポンサーなんですよ、あの人。だから全部金出してるんですよ。世界中のスポーツでもさ、あそこまで近くの席で見るスポーツ、何や、相撲の、あの席確かにね。ぐらいの。確かに。あんな危険な席で見る、あれないよね。だって野球だって絶対バックネットあるしね。ないでしょ。エキサイティングシートだって別に距離はあるしね。確かに、ね、うん。サッカーだってもう当然距離もあるしね。馬術とかでさ、あんな近くでいたら危ないよ、だってあんな。そうだよね。ゴルフは結構近くで見てね。あ、ゴルフ近いね。喋っちゃいけないけどね。ゴルフめちゃくちゃ近いね。すげえ近くで見てるよね、ゴルフって。そうですね。うん、あれは、そう。席とかないからね。そうです。かなりさ、狭いところまで、あの、な左右から、観客で押し寄せてる状態で打つからね。そうだよね。あれ、そうなんか、嫌だよね、うちらみたいなさ、なんかたまに、シャンクとかしちゃうような人だったら、絶対ボール当たるよっていう。絶対、そうだよね、危ないよね。あれすごいよね。やっぱプロだからできる。ゴルフだな。ゴルフが一番危ないかもしれない。ゴルフの観客席ってそうだもんね。ないからそうなっちゃうよね。ねえ、ボールが普通に来るからね。でも、仕事違うけど、漫才師とはだいぶ近いよね。そうね。スポーツ選手じゃなくて。ああ、そうね。相撲ぐらいの近さか。近さだよね。言ったら。全一番近い仕事って何なのかな。まあそういう、あの、マッサージとかなくして。マッサージ接してるからね。接しなきゃね。いい接触型で。そこなんだろうね。難しい。だから。難しいよね。歯医者とかだいぶ近い。歯医者もだから接触しないと。接触してるけどね、あれは。接触は、接触は必然だな、それはね。接触入れるともう何でも。どこまでサービス業何でもありになっちゃうからね。わかんないけどね。わかんないけど、まあ。スポーツだとでも相撲か、ホストとか。ホストとかも、出役とかまたちょっと違うからね。舞台とは違うからね。そうだよね。そうですね。密着しなかったら逆に、距離あったら意味わかんないもんね、ホストクラブ行ってね。そうだね。さあ行かないですもんね。うん。東洋館ぐらいの距離が。東洋館ぐらいはやっぱ行かないよね。ちょっとファンにならないかもしれないですね。ならないかもしれない。そうだよね。そうだね。オリンピック見てます？私もちょこちょこなんですけど、あの、ハンドボール、この間見ました。あ、ハンドボール珍しいね。はい。ね、やってた、俺も見た。あ、見ました。どこから国？初戦がクロアチアで男子なんですけど。クロアチアだった。はい。あれが。勝ったよね。あ、それが負けちゃったんですけど。男子。あ、はい。めちゃくちゃ面白くていい試合だったんですよ。あ、そうなんだ。負けちゃったんだ。ハンドボールのルールは結構知ってんの？あ、全然わかんないんですけど。なんかテレビでサッカーとか、まあ柔道とかって結構よく見れるじゃないですか。でもハンドボールなかなか、そんなレベル高いやつ見れないだろうなと思って、だから面白いなと思って見て、意外とコート広いんですね。ああ、そうなんだ。バスケぐらいの感じ。そうですよね。で、バスケを他のチャンネルやって、変えた時にハンドボールやってたんで分かったんですけど、バスケより結構広い感じで、で、選手もキーパー一人で、フィールドっていうんですか、他が6人。6人か。でもそれぐらい、まあ広いからそれぐらいいるだろうなって。あとなんか選手はいつでも交代できるらしくて。結構ゴール決めて、うわーみたいな勢いで交代してったりするんですよ。流れるような交代。流れるような。
別に喜んでる、うん、勢いで喜びながらうわーっつって交代してそのままベンチ行くんだその状態のいいままいないんだそうだね意味わかんないよね、なんだろうね、あれはドリブルだっけ、その普通バスケみたいなドリブルするんだっけ、持ったまま3歩ぐらい歩けるみたいな感じ、うんうん、だったかな、 あんまり歩いちゃいけないんだ一人はずっと、そうです ね、 ままね、確か投げなきゃいけないんだよね、まあ、でも何だけでいいよそのバスケと一緒だよ、3歩ぐらい歩けるっていうのはね、うんうん、そうですね、でパスでつないでつないで、うん、であのゴール前キーパーがいるところにちょっと色の違うエリアがあって、うんうんうん、そこには入っちゃいけなくてキーパーしか入れなくて、なるほど、そのエリアの前でこう飛びながら投げるみたいな感じでゴール狙う、ね、ジャンプ力で少しでも近づいて、はい、すごいのあれ、そうなんです、打つんだ、その日本戦も前半は結構いいし、うん、日本がもう勝ってて、うん、もうこれ勝てるじゃんみたいな流れで、うん、で後半折り返しての、うん、後半でちょっとこう追い上げられちゃって、うん、あ危ないなぐらいの、でもまあこの状態でいけば勝てるんじゃないみたいな時に、うん、でもう後半の終わりの方はほぼこの攻めて入れて、攻められて入れられてみたいなのがすごい続いてて、で最後の方結構あの追い上げられて同点ぐらいになって、で日本がこう攻めるチャンスの番みたいになった時に、その残り30秒ぐらいでタイムアウトを取れるんですけど、そこでタイムアウトを日本が取って、でこれ攻めてこう1点入れたらあともう守るだけだから、守り切ったらもう勝てるっていう感じで、もうなんかもう自分がチームに入ったかのような感じで、なんか作戦がもう共有できる状態に私はなってて、よしこれ攻めて1点絶対大事に入れるぞみたいな気持ちでタイムアウト終わって、あの攻撃始めて、そこでチャンスだったんですけど決められなかったんですよ。で相手チームにボールが渡って、で攻められて1点そこでクロアチアが決めて、でそのまま時間が終わって負けちゃったんですけど、惜しかった、ね、本当惜しかったんですよ、めちゃくちゃいい試合じゃん。そうなんです、めちゃくちゃいい試合たまたまつけてそう、はい、たまたま見てたら、本当みんなに見てほしいなって思いました。確かに普段見ないスポーツがね、はい、見られるのがオリンピック、ね、それが良さですよね、醍醐味だからね。クロアチアを応援してたの話聞いてた、まあ、どっちが勝っても、まあまあ、日本もね応援してましたけども、うんうん、まあ、でも初めてハンドボールをちゃんと見たんで、どっちが勝つのかなっていう気持ちで、どっちかというと顔の系譜クロアチアっぽい系譜そうですね、うん、モドリッチじゃねえ、よく出てきた、俺もそう今モドリッチ思い出した、思い出しました、そうだモドリッチ言われてたね、はい、言われてました、ね、ワールドカップの時とか、はい、そうだそうですね、クロアチアだ、なんとかドールなんとかドール賞とかを ね、 ねバロンドールバロンドールそれはねなんとかドールなんだすごいね、ここでまだまだいける、はい、あまだいけるかな、もう1試合ぐらいあるよね、まだトーナメント、あでも3試合やって、うん、あの負けてしまったっていう情報が入ってます、もうグループリーグ敗退しちゃったんだ、そうですね、そうかもうさ、なんかあの、はい、しょうがないんだけどさ、まあサッカーとかさハンドボールとか何回もできるからいいよねと思うんだよね、柔道1回で終わりじゃん、うん、そうですね、リーグ戦とかね、リーグ戦とかもうさ、だって10回やったら絶対阿部詩さん優勝でしょ、まあ、一発勝負だもんね、あれね、もう本当に あっけないよね、あれでもう終わっちゃうんだ、4年間が本当一瞬で終わるっていう感じが、サッカーとかだったら次の試合 ねまたなんか 5対0とかで勝てばいいやとかなるじゃん、スケボーもさ一応何回か飛べるじゃん、ね、あれ1回しか飛べないってなったらきついよな、ワンチャンっていうのがすごいよね、オリンピック柔道人って本当 ね見たいですもんね、ファンの人も思った試合はね、団体戦とかがあるから、まあ今後ね、そうだよね、ハンドボールのなんとかジャパンって相性があるんですけど、わかりますか、なんか俺見た、なんかなんとなくありますよね、俺ねいろんなあれチームにあるもんね、あのね、火の鳥ジャパンじゃない、あハンドボールです、あじゃあ火の鳥ジャパンは違うやつなんだ、あ違うんだ、龍神ジャパン、あ違います、いや動物、動物ではないですね。動物ではない。動物ではないんだ。はい、ハンドボールのかかってる。ちょっとまあちょっと雰囲気は雰囲気かかってる。はい。
その球を投げるすごい早いんですよ球が。あその雰囲気とかがあります。イカズチジャパン。雷の。ああ違います。かっこいい？まあまあはい、かっこいいです。かっこいい。はい。球だもんね。そうですね。うん、頭はそう球を思わせる感じです。球を思わせる。はい、速い球を思わせる感じ。火の玉ジャパン。ああ違います。速い球？はい。弾丸ジャパン。ああ違う。あ違う。正解は、はい、水星ジャパンです。あやられた。これは速いでしょう。ポン取られた。水星ジャパン。はい。水星ジャパン。水星のようにね。いろいろなねジャパンがありますけど。っていうことだ。そうじゃいろんなジャパンを調べてて、うん、ちょっとびっくりしたの、うん、もう一個あるんですけど。教えて。うん、ソフトボールの、うん、あの相性は何でしょう。ソフトボール。行く来る。行く来る。行く来るよ来るよ師匠やってたけどねソフトボール。ソフトボールの。ドヤサジャパン。ドヤサジャパン。ドヤサジャパン。いいけどね。いいですね。イククル師匠いないから。イククル師匠だ。代表に入ってないから。うん。ええー。だって男子がね、野球があれだからね、侍ジャパンだから。はい。あ、そうですね。うん。はい。だから、なでしこ。くのいちジャパン。ああ、違いますね。これはもう、あの、性別とかも全然要素入ってないんです。はい。え？ソフトボール、やっぱりバットとかグローブとかを使うならではの言葉ってことですか、はい、その道具とかはあんまり連想はないんですけど、うん、もうソフトボールはすごい感じさせる相性ですね。ソフトボール感じさせる、はい、ソフトボールを感じさせるの、はい、感じさせますね、すごいよくすごいつけたなっていうふうに思いました。ソフトボールといえばなんだろうな、ソフトボールといえば大胆だなっていう、大胆だな、はい、あソフトボールといえば下投げとか下投げジャパンとかなんかソフトボールってどういうこと？そうね、下投げが言えば下投げだもんね。確かに、うん、でも違うんです。日本語じゃないの？あ、日本語じゃないですね。あ、ライジングジャパンみたいな。あ、はいはい、英語ですね。英語ですか？はい、英語、はい、ビクトリージャパン。あ、違います。もう答え言いましょうか、うん、ソフトジャパンです。それ相性だよ。相性とかじゃないでしょ。びっくりしたんですね。ソフトジャパンなの、はい、ソフトジャパンなの。ソフトジャパンなんです。ソフトジャパンなんだ、はい、すごい大胆だな。大胆だね。大胆だね。いろいろねアイデア出たんでしょうね。逆にいいね。逆に、うん、逆になんかもういいです、うん、ちょっとやっぱ逆にいい。もうなんか竜神とかもう火の鳥とかもう覚えられなくなった。ハンドジャパンの方が良かった。うん、そうですね。ソフトジャパン。ソフトジャパンっていうの。うん。いいですね。いや、いいんじゃないかって。だいたい眠かったんじゃないか。夜遅くに。いや、それ寝てから考えりゃいいだろ。締め切りとかないだろ、別に。相性ソフトジャパン。ソフトジャパン。あ、そうなんだ。まあ、覚えやすいですしね。まあね。うん。どうなんだろうな。強いのかな、ソフトボールも。ねえ、あるよね。もう一時期だって、だからずっと全金メダルだもんね。金メダルのあの上野投手がすごいね、ずっと出てたけど、あれテレビで今回はもういない。知ってたの金メダルの作戦。金メダルの作戦、あれすごかったね。俺初めて知ったよこの前上野 のソフトボールの上、そう上野全部作戦通り行ったんだって、わざと東京五輪。そう、うん、東京五輪じゃないか、その前、はい、前でしょ、金メダル取った時は。わざと負けたのかな、うん、ま、一回、ま、あのアメリカに何回か勝たなきゃ絶対いけないから、うん、もうその一回ここで負けて、うん、ここのトーナメントでここで当たらないようにいって、うん、それでそこでもう一回やった時も、うん、絶対そ全部作戦通り立ててやったから、うん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 、上野も、
球があったんだけど、うん、それは1回目のアメリカ戦では投げなかったんで、1回。なるほど。で、最後、アメリカ戦でそれ投げて、うん、勝ったって筋書き通りに行ったっていうやつやってて、あれ。すごい作戦で。すっげえ面白かったんだよね。勝ったんだね。そうそうそう。だそうだよ、パリは、野球とソフトないんじゃなかった、うん、ないんだ。ね。で、ね、ロスでまた復活するのかな、ソフトも。うん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 、なるほど。そうだ、ソフトジャパンないんだ。ね。うん、あ、東京五輪では金メダル取って、うんうん、あ、メールが来てます、うん、しずしずさんです、うん、あ、俺もこれテレビ見てて思った。何？女子バレーの和田由紀子選手に、うん、はるかさんめちゃくちゃ似てます、お、皆さんそう思いませんかって。あ、似てる似てる、はいはいはい、うん、この方もね、すごいこうモデルさんみたいだよね、うんうん、あ、確かに顔立ちが私っぽい、似てますよ、ね、うん、似てるんじゃない、いけるかもね、うん、いいですね。真鍋監督ってどういう人なんですか。やっぱ選手を信頼、和田由紀子じゃねえよ乗るのもね、技術が必要だから、そうですね、一回乗るのも選手を信頼ありますからね、和田由紀子選手ですね、うん、ちょっと多分俺も思った、うん、なんかやっぱり細い人多いからさ、うん、なんか閉まってる人多いからね、似てるんだよね、やっぱはるかちゃん。あのね、ブサイクルショップさんから情報来ました、はい、オリンピックおじさんの代わりに、うん、鳥のオリンピックからずっと見に来てるオリンピックお兄さんこと、うん、竹島和則さんという人がパリに行ってます。オリンピック、ちょっと若いわ見た目は、まあ、前後かな、30代にも見えるね、うん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 、ちょっとヒゲの生えた、まあ、だいぶ若いですよ、オリンピックお兄さん、うん、ね、まあ、この方がじゃあ結構後継ぎかもしれない、ちょっとでも、ま、全くごめんなさい知らなかったですね、うん、じゃあ結構試合見たら映ってるらしい、だからあの今 SNS とかがない時代にあれだけ有名になったオリンピックおじさんですごい、うん、すごいよね、うん、すごいよね、あ、だってみんな知ってるもんね、あの人ね、でやっぱ、うん、どんどん派手になってたもんね、なんか回を重ねるごとにね、そうだよね、もう最後なんかもう金のハットみたいなのをかぶったりしたもんね、あ、そう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 、オリンピックお兄さんがいるって本当かな、ちゃんといたのかな言われてるのかな、まあまだまだね、あと1週間ぐらいあるでしょオリンピックは、うん、盛り上がってますけどね。あ、メール来ました、はい、中谷志乃さん、うん、バドミントン代表のジャパンの愛称は何でしょうか。またジャパンクイズ、ジャパンクイズですねバドミントンだったらもう知ってますよね、うん、はるかさんもやってましたし、はい、そうです ね、 ね、ちょっと知ってます、シャトルだから、あ、うん、スペースシャトルジャパンとか、あ、なんかシャトルにかけてるとかじゃない、やっぱ おしゃれな名前なのかな、おしゃれかはちょっとわかんないですけども、うん、あ、うん、あ、羽だよ羽、あれ、あ、シャトルに羽がついてるから、うん、羽、羽をなんか英語でウイングジャパン、あー違いますけども近い、惜しいです、惜しい、羽がやっぱ関係してる、はいね、飛翔ジャパン、あー違います、羽ばたちょっと離れたかな、羽ばたけジャパン。羽ばたけジャパン。そういう、キャッチコピーじゃん。キャッチコピー、スローガン。スローガンとキャッチコピーちょっと違うんだ。羽ばたけジャパンじゃない。羽ばたけジャパンです。羽ばたけジャパン。違いますね。ヒント、土屋さんもそう呼ばれている、うん、鳥鳥のことを方角ジャパン。方角の方が鳥じゃなくて。じゃないです、もうそのバードジャパン正解、バードジャパンでしたバードなんだ、そうあったんですね、これちょっと知らなかった、すごいね、全競技あるんだ、やっぱり知らないね、申し訳ないけど全然、だって侍、うん、ジャパンとなでしこジャパンぐらいじゃん、使うの一気にやるからさ、うん、あっちはさ、うん、11人とかさ、一気にフィールドにいるから言いやすいんだけどさ、なんか2人とかだ、ね、2人とかでになんかちょっと相性とか、相性あんまなんかそれよりはなんとか松、あの志田松ペアとか、志田松ペアとかの方になっちゃう、そうですね、ような気がするよ、山口茜さんだっけ、そうですね、1人ね、はい、あね、なっちゃう気がするけどな、うん、ね、男女混合ダブルスの綿菓子ペアもね、綿菓子ペアとかね、あれすごくないですか、その渡辺選手と
東野選手で綿菓子ペアなんですけど、うん、東野さんはその菓子を取られてるっていう。ひがじゃなくて。本当だ。はい。菓子ペアだもんね。そうですね。菓子を取るんだってすごいですよ、ね。ガーシーと一緒だもんね。東谷でガーシーと一緒だもんね。だってね。そうですね。綿ガーシーペアって嫌だね。綿ガーシー。それはね、ちょっと違う。綿ガーシーペアだったら嫌だもんね。うん、はあ、なるほどね。うん。いろいろありますよ。なんか応援してきます。今週。はい、新宿で中学生に絡まれたんですか？絡まれてないです。中学生がいや、なんかその今夏休みで、うん、みんななんかこう東京に遊びに来てる子とか、うん、結構いて、うん、中学生の男の子4人組ぐらいの子に声かけられて、うん、ハリセンボンさんですよねって言われて写真一緒に撮って、うん、そしたら去り際にその子たちが、うん、これが東京だぜって言ってた。マジででもそう思うだろうな、うん、なんかいい言葉聞いたなって。いやそうだね。じゃあ最初に会った芸能人なんだろうね。あ、そうかもしれないですね。いるんだ、東京だぜ、東京だぜ。すっげーみたいな、うん、なんかスターになった気持ち。 いい思い出になったんじゃない彼らと。そうですね、なってたら嬉しいですね。多分地方から来てたんでしょ、おそらく。そうかもしれないですね。みんなでね、新宿遊びに来てなんか楽しそうでしたね。今いっぱい来てるだろうな。一番最初に見た芸能人誰なの？いや私あの、うん、芸能人を見つけられないタイプの人間で、うんうん、そんなタイプいる？なんかいません？道ですぐ見つける人と絶対見てない人と。あ、でも顔あんまり見てない。言ってることはわかる。ちょっと俺も、うん、そのなんか、うんうんうん、スタッフさんと一緒にサウナに行ったけど、うんうんうん、俺だけよくわからなかった。でも終わった後、うん、あだ安田健さんいましたよねとかって言われて、あ、そういたの、うん、みたいなことはある、うんうんうん。だから顔を見ないんだよね。そうですね、うん。顔をそんな見てない、うん、そう。サウナとかで他の人の顔をちゃんとまじまじと見ない、うんうんうん。なんか飲食店とかでも、他のお客さんの顔を見ないから、うんうん。そうですよね。だから気づかないってことはあるかもしれない。うんうん、ね。うんうん、本当芸能人、うん、素人時代は会ったことなかったし、うん、すれ違どっかですれ違ってるんだけど、なんか帽子かぶってさ、うん、サングラスしてる人とかいたらなんか俺見ちゃうんだよね。ああ、なるほど。なんかそういうのすげえ、うん、すげえわかるんだよね。あ、そう、うん、なんか新幹線とかあの人、あ、なんだっけ、あの人絶対あの人だとか、もうなんかすげえわかる。なんかちょっと なんだろう、オーラというか、なんかこの人一般じゃないよなみたいな。新幹線とかね、よくそういうのを、そうだね、うん、推測するのがですね、でっかい荷物で、うん、なんかサングラスして、品川駅で多分改札の向こうに絶対マネージャーさんみたいな人いるんだろうなと。いたみたいな。あれさ、この間新幹線でさ、荻野目洋子さん会った時は分かった。俺さ、最初もう、うん、サングラスでもうマスクだったから、うんうん、もう分かんなかったんだよね、うんうん。でも花輪さんがほらほらみたいな風に言うから、俺は多分もうあの乗ってこう何先に座ってて、うん、席座る時に、うん、あの何のあれもただ無意識に綺麗な人を見るのが好きだからこうでめっちゃただ見た時に、うん、あれ多分荻野目洋子さんだよなっていうのは分かって、もうその時はもう席にいるから、うん、もうサングラスとかもしてなかったんだ、うん、してなかった。それで斜め後ろだったからこれ見たら、ああやっぱりそうだっつって挨拶に、うん、たんだけど、うんうん、結構すぐ分かる。あ、うん、だからやっぱテレビ見てるからかな、なんかすごいそういうの好きで。そうかもね、うん、あとそのやっぱ、うん、新幹線のこう通路を歩いてくる人たちが、うんうんうん、すっごい花輪さん見てるのとかは、あ、それは俺は分からないんだよ。でしょ、うん、で俺は、うん、そのちょっと後ろの席とかにいるから、うん、あの分かるんだけど、うん、その前から歩いてくる人がすっごい花輪さん見てちょっとそこだけ、うん、あのスローに歩いてって、ね、抜けていくところを見て、うんうんうん、俺とは全く目合わないっていうのをよくあるある、よく見てたから、あるある、うん、やっぱ見る人は見るのかもね。見る人は見る、そうですね、うん、だとなんかあのやっぱちょっとなんだろう、20代23以下ぐらいの、うん、インフルエンサーみたいな女性のアイドルの人とかは、うん、分からないけど、うん、きっとなんかアイドルなんだろうなっていう出してるよね、うん、うんうん、なんかちょっと小太りの
おじさんのマネージャーが横にいる、なんか出してる人いるよね。出してるよね。うん、出してるよね。うん、それはある。出してる。知らないけど、多分なんかこいつアイドルなんだろうなみたいな。いいねの数が出てるよ、ね、顔に、ね、顔出てる。いいねの数。うん、なんか出てる。うん、それはあるよね。そうだね。あんま気になんないか。そうさ、あんま見ないんでちょっと観察してみたいね。これからね。そうだね、はい、うん。ちょっとオリンピックもじゃあこれからも、はい、来週もね。そうですね。うん、また注目しましょう。あ、来週夏休みだ。そうだ。我々は、はい、大丈夫ですか。ハリセンボンとあの。ライスが来てくれるんで、ね、ちょっとねどうなるか、うんね、でも、うん、あのナイツラジオショーからライスラジオショーになるんで、うん、一文字しか変わらないよっていうのそうなんだよね。あ、二文字か、うん、ライスザラジオショーって結構言いづらい、ね、ほとんど似てるよね、なんかね。そうですね、うん、だからなんか普通にナイツザラジオショーって言っちゃいそうだなって言っちゃいそうな感じするけど、じゃあ来週も楽しみにしてください、はい、それではそろそろ行きましょう。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! はじめまして、こんにちは。ナイツの土屋信之です。信之です。木曜パートナーのハリセンボン箕輪遥です。さあ、本日のラジオショー1時台はクキミュージッククイズショー、うん、2時台のゲストショーはパーティーちゃんが登場です、はい、うん、3時台は青春かなもございます。そんな中、今日のメールテーマはこちら。機能していません。はい、今日のゲストパーティーちゃんが前回ゲストに来た時、うん、私箕輪遥との LINE グループを作ったんですが、お互い遠慮し合ってか全く機能していない。そうなると思ってたよそうか。ということで、それにちなんで、うん、あなたの身の回りの機能していないことやものなどを教えてください、うん、例えば夫にお使いを頼んでも全然違うものを買ってくるのでお願いするのをやめましたそうだ、ね、とか、近所のスーパーにセルフレジが導入されましたが、はい、使いづらく逆に店員さんが対応に追われています、まだね、あ、なるほどね、そういうのもあるかもね、機能してないっていう、うん、それはあるね、はい、送ってください、はい、手付けメールアドレスは rs@1242.com まで。 RS はラジオショーの頭文字、アルファベット小文字で、メールを送ってくれた人の中から抽選で5名様にラジオショーサインペンクロをプレゼント。今日のテーマや番組の感想など気軽にメールで参加してください。メールには必ず住所、氏名、年齢、電話番号もお忘れなく。 X で感想を投稿する場合はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。それではナイツラジオショー、今日も3時30分までお付き合いください。日本放送ラジオリビングおすすめ、銀座梅林一口ヒレカツ、名店の味を手軽にご自宅で。オリジナルソース付き24枚入りで税込み4780円。お申し込みお届け返品については0120-1242-86 までどうぞ。貞吉が送ってくれた黄色い箱の毎日子、やっぱり白檀の香りはほっこりしますね。我が家のお盆は毎日子ってあの子覚えてたんですね。お父さん、心のふるさと大切に、お盆のお線香は毎日子。日本行動。今日はボロネーゼ、長谷園の新商品パキッと。袋の中にはパスタソースが入ってる。これにパスタの乾麺をパキッと2つに折って入れちゃいます。あとはレンジで本格パスタの出来上がり。鍋なし、手間なし、この作り方感動級。長谷園のパキッと。過払い金の確認は0120-10-10-10。忙しくて時間がないあなたでも過払い金の確認はとっても簡単。はい、中央事務所です。ご利用のカードはどちらですか？昔作った紫のカードだったと思うんだけど。いくらくらい借りていましたか？毎回4万から5万かな。
何年くらいご利用されていましたか？5年かな。ですと30万円ほど過払い金を受け取れそうです。このケースのようにあなたが受け取れる可能性があるかすぐに確認できます。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。金額や期間を覚えていなくても大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。さあ今すぐ過払い金の無料確認ダイヤル0120-10-10-10-10-10-10へお電話を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。おかげさまで開局70周年笑顔になあれ日本放送。続いては日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの橋山さんお願いします。はい、お伝えします。圏央道の内回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の海老名ジャンクション方面に向かう内回りは東京都の八王子城跡トンネルにトラックが故障して止まっているため狭山日高インターまで31キロの渋滞です。鶴ヶ島ジャンクションから八王子ジャンクションまでの所要時間は2時間15分かかっています。首都高速道路の状況です。中央環状線の板橋ジャンクション方面に向かう内回りは王子南で事故のため4キロの渋滞です。この事故の影響で川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に6キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの橋山でした。橋山さんありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分頃お届けします。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日は未来環境デザイン企業ミラースホールディングス、三菱ふそう、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。ああ、よく寝た。いいな、なかなか眠れないんだよな。それだ、メッセージテーマは教えて真夏の睡眠法。春風亭一之助、あなたとハッピーは明日金曜日朝8時から。さあ、二度寝するぞ。ちゃんと起きてくださいね。ナイツラジオショー、この時間はこちらをお届け。 Ladies and gentlemen、 AM1242 FM93 Nippon Hoso number 1 DJ Harrison Ben Haruka Minowa Nights the Radio Show Kochi Music Quiz Show。 Hello everyone、 口イントロのジョークとハルカミノワです。 Today もやってきました口ミュージックショー。毎週一人のリスナーの方に電話をつなぎクイズにチャレンジ、うん、有名な楽曲のイントロを私はるかみのわが口で再現する口イントロと、うん、あるかしの一単語だけ歌うワンフレーズクイズを出題。Okay. 両方正解できればラジオショーサインペンをゲット。ナイツのお二人には助っ人としてリスナーさんがわからなかった時にヒントをお願いね。はい、ということで早速今日のチャレンジャーとつないでみましょう。チャレンジャーはジャスミンさんです。もしもし。もしもし。ジャスミンさん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ジャスミンさん、はい、ジャスミンさん、お仕事聞いてもいいですか？あ、自営業で花屋をやって。あ、お花屋さん、花屋さん、ね、はい、花屋さんでなんかいつも日本放送を流してくださってるんですか？あ、はい、そうですね、朝から、はい、あ、もうずっとじゃあ聞いてくださってるわけですね。そうですね、はい、 ありがたい。うん、あ、その口ミュージックショーは結構いけそうだなって思ったんですか？そうですね、だいたいまあ聞いてて、うん、8割ぐらいは、8、9割ぐらいはわかるんで、うん、そう、なんかコーナーがなくなっちゃう前に、これは言っといた方がいいなと思って。コーナーなくなっちゃう前にと思ったんだ。なるほど。急いで。今日はお店はやってないですか？あ、やってます。あ、今やってるんですか？はい。今主人がいるんで。あ、なるほど。なるほど。営業しながら、まあ、逆に言うと1割2割ぐらいはちょっと分かんないやつもあったということですか？まあ万が一の時はでも花輪さんとか土屋さんが、そういうことね。いや俺もね結構分かんないんだよなこれ。ねえ、分かりました。
はい、行きましょう。じゃあ、じゃあ、はい、得意なジャスミンさん、はい、それでは行きましょう。まず1問目はこちら。プーチーイントロクイズ。私美濃遥香が歌うイントロを聞いて答えてください。それでは行きます。わん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 、わかりました。あ、これはすごい上手。ジャスミンさんどうぞ。ボーイミーツガール。正解。素晴らしい。ワン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 でわかった。すごい、もう一発だ。すごい。これもう、これも歌ってるけどね、これね。それうまくなんかイントロっぽくごまかしてね。そうだね、うん、歌手じゃない、目いけるかなと思って、うん、これはもうオリンピックだったら大変な問題だと誤審ですか。誤審です。疑惑の判定になりますよ。疑惑の判定です。いやいや、でもさすがですね。素晴らしい。上澄さん強い、うん、やっぱり世代的に聞いてました TRF。 あ、はい、聞いてました。曲名も、ね、しっかり当てられるっていうのがすごいです ね、 ですね。車で聞きたいな、うん、お見事。なんか久々じゃない、うん、これ1問目スルーしたの ね、 そうね、そうこれすんなり行ったのね、久しぶりです。結構最近ね行かなかったから、ね、行かないから、うんうん、これはいいですね。はい、続いてはこちら参りましょう。 One phrase quiz。 歌った歌詞の一言だけで何の歌かを当ててください。今日の一言は青です。青、はい、いきます。青、青、いや短っ。ちょっと難しい。青、青、これむずいって。これはむずいぞ。だって全然メロディーっぽくないもんな。あ、ジャスミンさんどうですか。全然ピンとこないですね。あ、俺一個だけあれかなっていうのがあるけど、はい、え、グループですか。はい、グループのアイドルじゃないですか、うん、いや、はい、俺分かったかもしれないこれは。お、スーパーアイドルだね。そうですね、うん、あ、そう、あ、分かった、分かった、あ、分かったかもしれない。来た来た来た、今のヒントで。行こう行こう行こう、行けてる。青いナズマ、スマップの。正解。正解。今のがお見事。ヒントが分かりやすかったのか。すごい。青で分かりました。あー、これは難しいよね。青、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 あとね、青で止めることあんまないんだ。ないよね。青い。なんだ青って。青、青いいだと分かっちゃうから、青で止めたんだ。うん、日本代表。このワンフレーズコーナーが苦しくなってきてる。ね、これが難しいんだよ。これがないんで、なかなか。問題選ぶのも難しいんだよ、結構。そうですね。素晴らしいね。見事正解です。見事です。ジャスミンさん、プレゼントゲットです。やりましたね。おめでとうございます。ね、じゃあ最後の最終クイズに当てたらもう一枚最終プレゼント増やしますけども、固定か内藤さんどっちかっていう。あ、もう最終クイズいいですか。はい、どっちでしょう。へえ、へえじゃない。もう一回、もう一回、ビビ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 ビ、もう一回要求した。固定さん。ビビ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 、必ず星を挙げる。内藤さん無理だってそれ。無理だってそれ。どっちでもない。いや、どっちでもないよ。残念。いやいや。これこそ疑惑の判定。これこそ疑惑の判定。納得いかない。いや、でもプレゼントゲットです。おめでとうございます。はい、ジャスミン、よかったですね。また聞いてください、ね、はい、お店頑張ってください。じゃあこの先も、はい、はい、はい、こんな感じで口ミュージッククイズショーのチャレンジをウェルカム。出場希望の方はメールに住所、氏名、年齢、電話番号と好きなアーティスト、得意なジャンルなども書いて rs@1242.com までメールをプリーズ。スタッフから事前にご連絡がいきますので何卒よろしくお願いいたします。ということで See you next week!
それではここで1曲、オリンピックのフジテレビ系の中継テーマソングです。菅田将暉さんでクジラ。中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ、クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか？なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。現在リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。たかし、車高く売れそうだぞ。ねえ、どこに売るの？近くの車屋さん。他とは比べたの？いや、別に。はぁ、呆れた。お店によってだいたい18万8000円も査定額に差があるんだよ。そんなに？でも買取店回るのは面倒だわ。はぁ、ほんと呆れた。たった1分、車のことを入力すれば一番高く売れるお店が見つかるサイトがあるのに。なんてサイトだ？父さん、僕の名前は？車たかし。そう、車たかしは最大10社の査定額を比較できるサイト。今すぐ車たかしで検索してよ。スマホでもできるから。得したお金で焼肉お願いします。車たかし。はい、ここで中央事務所からクレジットカードキャッシングをご利用した経験のあるあなたへお知らせです。どんなお知らせですか？はい、まず過払い金とはカードご利用時に払いすぎた利息のことで、手続きをすると取り戻せます。しかし勘違いから多くの方々が手続きをしていません。どんな勘違いが？最近では自分の過払い金が時効で消滅したと勘違いしている方が多いです。過払い金は借り入れた日から10年経つと時効で消滅するんでしたっけ？いいえ、違いますよ。過払い金の時効は返し終えた日から10年です。それは勘違いしてました。また実は時効でも返金に応じるカード会社が何社かあるんです。当事務所では時効を迎えた100件以上の過払い金を取り戻しました。それは時効で諦めていた方ももう一度確認した方がいいですね。このようにカードをご利用した経験のあるあなたには現金が戻るかもしれません。さあ今すぐあなたも現金がいくら戻るか無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。続いてはハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さん、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。お伝えします。8月3日4日の土曜日曜、厚木あゆ祭りが行われます。今回で78回目の開催で、厚木市最大の夏のイベントです。相模川河川敷の花火をはじめ、厚木中央公園など2日間にわたって厚木市内各所で盛り上がります。3日の中央通りのオープニングパレードから始まって、厚木中央公園では
ダンスレジェンドのステージ、市民出展村もありますので地元の味も楽しめます。相模川の河川敷では子ども鮎つかみ取りも行われます。メインの大花火大会はこの相模川河川敷の三線合流点で8月3日の土曜日の夜7時からのスタートです。8時までの1時間およそ1万発の花火が打ち上げられます。1時間たっぷり迫力ある花火が楽しめるんですが、特にフィナーレのナイアガラは感動です。有料観覧席もまだあるようですので、詳しくは厚木市観光協会までお願いします。厚木鮎まつりは今週末の土曜日曜、花火は3日の土曜日です。横浜のスタジオから田中さんがお伝えしました。田中さん、今日のね、はい、メールテーマが機能していませんというテーマ。機能してない、もうなんか LINE グループ作ったのに誰もやっていないとかね。そうですね、っていうかもうなんか私の腕時計、どれもこれも機能してないんですよね。電池変えてもすぐ止まって、もうだいぶちょっと行っちゃってるんですね。西荻窪にいい時計屋さんあるんで紹介します。横にもあります。ありがとうございます。ありがとうございます。優れた滋養強壮効果があるエゾウコギ、体内のエネルギー作りを助けるオキソアミジン、疲れた体にダブル生薬が効く。ネバーギブアップ。キューピーコアアルファドリンク、指定医薬部外品です。時刻は1時51分です。続いて東武野田線鎌ヶ谷駅そば野崎建築工業がお送りする日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のパウエル議長が31日の記者会見で、来月の利下げ実施を示唆したことなどから、今日午前の東京外国為替市場の円相場はドルに対して上昇し、一時1ドル148円台後半をつけました。今年3月以来およそ4ヶ月ぶりの円高水準です。午後1時現在は昨日より1円35銭円高ドル安の1ドル149円55銭から57銭の水準となっています。こうした中、政府は財務省財務官を昨日退任した神田正人氏59歳を今日付で内閣官房参与に起用する人事を発表しました。理由について記者会見で述べる林官房長官です。神田正人氏は財務省において、財務官を務めるなど金融国際経済の分野で豊富な経験を積んだ人物であり、特に最近の国際金融情勢などに関して、総理に対し助言をいただくこととしたものでございます。次に、今年の上半期1月から6月に各地の警察が把握した太陽光発電施設からの金属ケーブルの窃盗事件が4161件に上ることが警察庁のまとめで分かりました。年間で5361件だった去年を大幅に上回るペースです。金属ケーブルの窃盗はおよそ9割が栃木や群馬、茨城、千葉など関東で発生していて、太陽光発電施設が多いことが背景にあるとみられます。警察庁は各都道府県の警察に対策を強化するよう指示しました。東京足立区の自宅で今年6月、覚醒剤を所持したとして、ロマンティックが止まらないなどの作品で知られるバンド CCB の元メンバーで無職の田口智春容疑者63歳が覚醒剤取締法違反の疑いで関東信越厚生局麻薬取締部に逮捕されていたことが分かりました。すでに東京地検に覚醒剤取締法違反の罪で起訴されているということです。おしまいに、能登半島地震の発生から7ヶ月となった今日、能登半島を走る第三セクター能登鉄道は被災地の子どもたちを元気づけようと人気アニメポケットモンスターのラッピング列車の運行を始めました。
石川県穴水町の穴水駅で開かれた出発イベントでは、地元の保育園児らが一日駅長を務め、子どもたちの間からは好きなキャラが車内にいるかもと思うと楽しみ、何回も乗りたいといった声が聞かれました。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。フリープランの家といえば野崎建築工業。あなたの一生と大切な家族を支える、暮らしや好みに合わせて自由なスタイルを作れます。あなたの快適空間を実現します。東武野田線鎌ヶ谷駅そば、野崎建築工業。 BCC と間違えて売っちゃった。あっちです。 CCB の方です。はい、学生です。はい、お願いします。はい、ラジオネームレバニラ定食さんです。はい、海外メディアが、ミック・ジャガーがパリ五輪の会場にいるのに、周りはスマホに夢中で気づかない、あれ見たという話題で上げた記事の写真に、どう見てもハリセンボン春菜さんと角野卓造さんにそっくりな人が映り込んでいて、まるで2人がフュージョンしたような奇跡の顔に一部の日本人がざわついていました。まあ、ミック・ジャガーは分かったけど、その前に似てる似てる似てる、ミック・ジャガーの斜め前に座ってる人が見切れてんだよね。本当は持ってるね、似てる。そうですね、うん、門野さんで本当に何だろうね。そうだね、うん、これあのフェイク画像じゃないの、本当のやつなの。なんて言うの、なんで あの人に似てる顔の人っていっぱい全世界にいるんだろうね。そうですね、似てる、急に似てんじゃん。春菜がもう世界の中心顔なのかもしれない。ほんとそうだよね。だからこの人日本人かどうかも分かんないもんね。そうですね、うん、アジア系、ね、パリ五輪の会場だもんね、うん、アジア系の人なのかな。クローンみたいなもん、すごい似てる。なんか肌がツルツルで、メガネもなんか春菜のね、なんて言うのかな。クジャガー、クジャガー前にいた客じゃねえ。ねえよ。それ振りも難しいよね。確かに。なんでミックジャガーさん気づかなかったんですか。いましたとかって言えばいいのか。ダメよ、スマホで夢中でミックジャガー気づかないから。なんかの試合でしょ。なんとか見てねえよとかって言えばいいか。会場にいた人じゃねえよ。これはすごいな、やっぱりすごいね、アルナちゃん。アルナちゃんってやっぱすごいと思う。今面白い顔してるの、めちゃくちゃ似てるじゃん。面白い表情してるんだよな、これ。いいですね。ねえ。さあ、クジャガーも面白いな。はい、あ、もう一つ、はい、ラジオネーム、はい、スノケンさん、うん、オリンピックとは関係ありませんが、囲碁の世界大会での愛称をご存知ですか。囲碁の世界大会の日本の代表の愛称ってこと。あ、そうみたいですね。囲碁の何々ジャパンって書いてある。あ、だから囲碁ジャパン、おいしい、なんだろうな、五番、うん、ですね、もうね、白黒、うん、白黒囲碁だから、あ、囲碁というよりもこう、うん、なんていうんですか、頭を使う競技だなっていうのが分かる感じの。あ、なるほど、はい、頭ブレインブレインとかのブレインジャパン。違うんですけど、うん、日本語がついてます。日本語ですか。はい、ノーカツジャパンとか。ノーカツノーカツではあるだろうけど ね、正解は知恵の輪ジャパン。知恵の輪ってまた違う競技だ。そうだよね、違う。和風の輪。あ、和風の輪ね、はい、知恵の輪ね、知恵の輪。なるほど、なるほど。一回全部作り直そうだね。あんまいいやつないわ。一回整理した方がいいっていうね、話もありますけども。そうだね、まだまだメールお待ちしております。はい、時刻は間もなく2時になります。はい、もしもし。おお、出た出た、生きてるか。最近大学にさ、全然顔見せてへんやん。別に、どうもないで。え、今家おるん。何、どうしてん。ちょ、聞いて聞いて、こないださ、ゴキブリ見えんだって初めてやってさ。何の話。いや、あれさ、マジで結果出てやばいで、プシュッてやるやん。ほんでしばらくしたら、ゴキブリがわらわらわらって、ビクビクビクで、バタバタバタやで、もう感動すんで。へぇ。それでお前んとこもやったりたいなぁ思って。え？お前んとこは絶対俺とこ以上の結果が出る。いらんわ。いや、お前のその汚い部屋でさ、一緒に結果出そうぜ。いらんって。お前のことが心配やねん。と照れくさくて言えないときは、ゴキブリ無縁談を言い訳に。わかった。じゃあいつ来んねん。
今や来とんのかい。煙じゃないのに煙の効き目、緊張ゴキブリムエンダーは使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。ベリーベスト法律事務所より、小学校の保健室や体育館に並んで注射を受けた方へ。実はあの時注射器の使い回しが原因で B 型肝炎になった方がたくさんいます。国はこの方々のために最大3600万円の給付を行っているので、0120-70-7000番にお電話を。第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。Don't sleep in here, in love.